皆さん、お疲れ様です。今日も今日金曜日だね。一週間お疲れ様でした一週間お疲れ様きっちゃま寂しいね。本当に寂しいよね。めっちゃ寂しいです。寂しいし、なんか理解できないって感じです。なんか本当に本当にいさこがいなくなってしまうのが想像できないから。いや、あのレッスンの時に聞いたんですけど、が今日のショールームよりは先に知ってたんですけど、そうね、そう聞いてはいたんですけどね、みんなよりは先に聞いてたんだけどね。でもまあ、でも梨紗子も頑張ってね、めっちゃ勇気いると思うし、活動辞退しますっていうのは頑張って言ってくれたから、よく頑張ったねって思います。でも寂しいよね、本当に。3期生14人で入って一人でも欠けてしまうのがね、寂しいです。まあでも仕方ないね。きっと誰か、いつかは誰かがいなくなってしまうものだから。でももう昨日散々もう泣いたので、もう散々昨日ね、悲しくて泣いたんですけど、まあ、でも今日は今日はもう泣かないけどね。そうだね、3期みんな仲良しだからね。そう、リエもリサ子とねお泊まりしたこともあるし、一緒に遊びにも行ったからね。ちょっとね、悲しいよね。悲しいですね。結構仕方ない、本当に誰か、いつかはね、誰かしらいなくなってしまうものだから大丈夫です。そう、今日はツインテールの日だからツインテールしました。髪の毛がね、細くなったよ。なんかね、宿毛をかけてから髪の毛が結んだ時に細くなりましたツインちゃんめちゃくちゃ可愛いです。大さん、ありがとう。そうね、3期生は加入してまだ加入してから1年は経ってないんですよね。オーディション
始まってからって考えたらもう1年なんですけど、まだ加入はしてないですね、この段階だと。なので加入して1年ではないですね。リーチもいっぱい泣いたのね。泣きたいです。昨日はね、さすがにね、ちょっと初めてだったので同期がいなくなってしまうのがだったし、こう発表を聞いたのも、発表を直接聞いたのも初めてだったので、やっぱね悲しいよね、ショックが大きい。でも寂しいね、本当に寂しさがね。あ、でも23日のね、あの2月かな、2月の23日かな、僕の太陽公演があるじゃないですか。ちょっと私は出ないんですけどね、私は出ないんだけど、2月の23日に僕の太陽公演があって、多分これが梨紗子も出る公演なので、しかも祝日なので、ぜひ皆さん、あの僕の太陽公演に、2月23日の僕の太陽公演に行ってください。ちょっとね、もうあの梨紗子の最終活動日が2月の25日なんですけど、この公演が2月23日で、多分梨紗子が出る最後の公演になるから、2月23日の僕の太陽公演が。で、皆さん絶対に行ってください。もう暇じゃなくても、暇じゃなくても行ってほしい、忙しくても行ってくださいよろしくお願いします。いや、ごめんなさい、全然風邪気味じゃないんですけど、普通にむせちゃいました今むせちゃっただけなんですけど、そう、お願いします。2月の23日の僕の太陽公演、皆さんぜひ梨紗子のパフォーマンスを、もう梨紗子のために、梨紗子のためだけに行ってくらいの気持ちでって感じなんですけど、本当に梨紗子のために行きましょう。本当にね、でも一緒に出たかったですね、最後と思うと寂しいです、一緒に出れないのが。残り3週間くらいかな、3週間くらいなんですけど、ね、私も梨紗子と
たくさんね思い出を作りたいですし、皆さんもね会える機会そんなたくさんあるわけじゃないと思うんで、ちょっと一日をね大切にね過ごそうね。りさ子と一緒に皆さんもたくさん思い出を作りましょう。という感じですね。本当に一緒に最後ね僕隊出れたらよかったな。悲しい本当に。もう A、B の境目なんかなくなればいいのにってまあずっと思ってますけど、それは思いますね。8人じゃないとダメなんですか3期全員で僕の太陽公演出れないんですかね。一緒に出たいよね本当にね。3期全員で昇格ね、なんか3期生は結構そういうまあまあまああんまりとやかく言ってもねあれなんで、まあちょっと本当にね梨紗子との一日を大切に生きていこうと思いますそんな感じ。中身ひろなかたさん、ピーナッツありがとう。中田田さん、ポケットありがとう。確かにラスト2曲ぐらいね一緒にね出たかったよね。ちょっと待って、そっか、幽体離脱も、そうだよね、幽体離脱もあんなペアぶりあるのにさ、いや本当よね。そっか、それはちょっとおさわさんになってしまった。いやいやいや、そっか、幽体離脱も、それはちょっと寂しいよね本当に。そっか、じゃあもう本当に一度きりだったのね、あの14人で披露できたのはね。しかもペアになって踊る振りじゃないですか、ゆたりだとは結構。そう思うとね、あそこの部分を一人で踊るってどういうこと？もう想像できないです本当に。あーそっかー、いやー悲しいね。いや、ゆたりだとも悲しいけど、最後梨紗子と一緒にステージに立てないのも悲しいです本当に。僕とは一緒に出たかったかな。でも梨紗子と最後一緒にさ、僕隊とかさ、僕隊とかリンゴとかやったらもう泣いてしまうと思うもう泣いて1週間は何もできないですよ本当にもう1週間配信もメールも X も何もできません本当に。
そっか、言うたりだってそうだよね、一人でやらないといけないんだもんね。そうだよね。一人は金縛りのふり？いや、そうだね。うわあ、そっかそっか。いやでもね、悲しいんですけど、悲しいけどね。りさこもね、前向きに自分の将来を考えての活動時代じゃないですか。そんな悲しい悲しいばっかり言うのもよくないね。いやそうだね、そうね、そうね、そうね、僕隊ね一緒に出れないのがねかなりショックですね。そっか、僕隊最後一緒に出たかったよね。そうだね。いやでも梨紗子と一緒に僕の太陽をやったら絶対泣いちゃうよね。もう泣かない自信がない。泣く自信しかないです、それは本当に。一緒に出たかったな本当に。そうね、みんなもね、悲しいのはもちろんなんですけど、さあこのこれからの未来を応援しましょうね。泣いたらあかん、もうね、もう涙が枯れるぐらい、昨日たくさん泣いたのでもうね、たくさん泣いたので昨日十分泣きました。中田さん、ロケットありがとう。トウモロコシさん、ピーナッツありがとうございます。クマニパパさん、ツインテールありがとう。イエーイ。みさみさん、ココナッツじゃなくてピーナッツじゃなくて落花生ありがとう。空いてます。元気さん、バラタケさんありがとうございます。ダイちゃんさん、ツインテールありがとう。マシンガーさん、落花生ありがとうございます。みさみさん、ハートたくさんありがとう。レバンさん、なんか動いてた、ツインテールありがとう。ダイちゃんさん、ロケットありがとう。ジャイアのクマさん、ロケットありがとう。クマニアパパさん、落花生たくさんありがとうございます。叫び声を上げるとかもうそんなんじゃなくて、いや本当に昨日のことを思い出してるからあれだけど、なんかその初めてそういう場面に出会って、なんか自然に涙が出るじゃないですか。なんかこうさ、気持ちがさブワーってなってさ涙が出るとかはよくあることじゃないですか。でも本当になんか頭が真っ白になって、でも涙が流れてくるっていう、なんか初めての感じでした。初めての感じっていうか、なんかこう、私はその自分ができないことに対して情けないって思って泣いちゃうこと、泣くのが結構あるあるなんですけど、でもこうやって本当になんかショックとか悲しいでこうやって涙が出てくるのが本当に、
うん、なんかそうね、まあ多分いさこが卒業しちゃってからの方が多分悲しみがさらに増してくると思いますね、きっと多分。うん、もう会えないわけじゃないですか、その方が辛いかな。うんうん、まあちょっとまあ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 、でもまあ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 本当にさっきからね何回ももうエンドレスでは悲しいね、でも梨紗子も前向きにだからってね、前向きに背中押してあげようね、でも悲しいねでも前向きにっていう、もうエンドレスになっててるからりさこの背中をね押してあげられるように、皆さんも一日一日を大切に過ごしましょう。で2月23日の僕の太陽公演は多分最後になっちゃうと思うので、梨紗子が踊ってる人だったわね、梨紗子のパフォーマンスすごいね、ダンス上手でかっこいいので皆さんぜひ見に行ってください、祝日なんでよろしくお願いします。よし、ごさん落花生ありがとうございます、楽しいちさんかわいいありがとう、今日はツインテールです、ラトウジダルマありがとう、ツオさんバラタクさんありがとう、かずきさん落花生ありがとう、バリーさんなんか動いてる動いてるなんか泳いでるツインテールありがとう、マツさんもツインテールたくさんありがとう、今日はツインテールの日なのでツインテールでーす。クックマイプさん、キックボクシング始めたと聞いた、聞いてきました、そうよく見る興味が、あ始めましたね、趣味で始めました、趣味兼ダイエットみたいな感じで始めてみました、でも楽しいですね、まだそんなちょっとしかやってないんですけど結構楽しくってハマっちゃいそうですね、全然弱々なんですが。ビンゴの会社23日申し込みます、皆さん23日よろしくお願いします、あー一緒に出たかったな本当に、もう最後の1曲1曲はやだ、最後の2曲だけでもいいからね、だって元旦公演は最後の2曲みんなで踊ったじゃないですかねえ、うんね最強ツインテールだって、イエーイツインテールです、今日はツインテールの日なので2月2日はツインテールの日らしい、エディオンね行ったことないんですよね、行ったことないです、エディオンで踊ったことないからね、
広いんだ。そうなんだ、行ってみたいね。ちょっと3期も出たいですね、一緒にね。清水さんの生誕祭もあるのでね、行きたい。最近清水さんに全然出会えてないですね。なんでだろう。そういう機会がないか、お話し会ないか。医療に横に広い分列があんまりない。ワンチャン最高列も。あ、そうなんだ。横長なのね。なんか全然想像できない。ステージから近い。え、でもいいね、ステージ近いのはね。いいですね、行ってみたい。いつかね、いつかね、医療でデータチもライブができるといいなと思います。ちょっと最近もう乾燥がやばくて唇がもうカサカサなんですよね。デロデロのドロドロのリップを塗ります。保湿保湿。なんかね、そう、内側の方が乾燥するかな。しかこの辺わかんない。粘膜のギリギリが粘膜のギリギリとかが一番乾燥してる。保湿します。保湿保湿。あ、清水さんはあれ東京で出会ったんですね。そうなんだ、広島にご招待したのかと思ってました。今月遊びに行けるって言ってた。本当ですか。ちょっと行きたいですね、遊びに行きたい。清水さんと本当にね、あの何月から遊びに行きたいって言ってたの。12月ぐらいかな、ね、遊びに行きたいってね言ってたんだけどね、いまだにね、あの遊びに行けてないですね。もう2月になっちゃいました。ツインテールの日なのかな。今日ツインテールの日らしいです。2月2日はツインテールの日だよ。ツインテール見納め、見納めでもないけど。でもなんかすっきりしたツインテールになりました、宿毛かけてからは。あ、ちょっとポワってしちゃってたんですけど、髪質的に。最近は宿毛かけてからはすっきりしました。制作さんありがとう。てかね、理由も思い出したんだけどさ、え、ちょっと待って、じゃあやっぱお話し会で言いますね。ちょっと今お話し会で言おう。うわ、ちょっと今話すことメモっとこ。2月4日にねお話し会あるじゃないですか。結構なんかわかんない、久しぶりの気もしなくもなくって、
2月4日。ちょっと久しぶりな感じがして楽しみです。オンラインなんですけどね、オンライン話し会待ってます。2月4日、2月18、2月25、あと2日後じゃん。2日後楽しみ。明日恵方巻き、明日節分だから恵方巻き食べたかったんだけどさ、恵方巻きさ巻くやつがどこに売ってるのか分かんない。恵方巻き巻くやつ、あれを買いたいんですよね。100均とかに売ってるんかな。で、見納めじゃなかった、全然見納めじゃないの、見納めとか言ってた、もう今後やらないみたいな。でもツインテールは本当にあんま公園でやらないですね。いやでもあのお正月にみんなでやろうってなった、3期生みんなでツインテールしようってなった時と、あとストーチツアーの時の一部でしかやってないと思う。のりじゃなくてなんかあのすだれみたいなやつです。すだれなんかなんだっけ、あれああいうやつ巻くやつ。恵方巻きね、作ろうか迷って、食べれるかなって思って、ちょ細めのやつにただ食べれるかな、今矯正中だから入るかなって思った、口に分かんないけど、まあ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 明日節分だよぐらいの気持ちで。どんごさんツインテールありがとう、かわいいよ、ありがとう。で、恵方巻きスーパーに恵方巻き売ってました。え、明日行ったらもう売り切れちゃうんかな。え、恵方巻き食べてる時、今までもさ先輩方はさ節分の時恵方巻き皆さん食べてたんですか。恵方巻きを配信しながらすごいさシュールじゃない、なんかどこのルーム入ってもさなんか無言で恵方巻き食べてるってことですよね。そんまたろうさん福は内ありがとう。マッチさんココナッツ、ココナッツじゃない、またココ関東に恵方巻きの風習はないから出てない、そうなの。うち毎年食べてた、毎年ちゃんと節分恵方巻き食べてましたよ。恵方巻きの文化って関東にないんだ、それ初耳でした。結構びっくり、本当に全国共通だと思ってました、あれは恵方巻きは。そうなのね、土地によって違うのね。初耳知らなかったよ。ディエが生まれてからもうすでに全国で、あ関西なんだ、そうなんね、知らなかった全然、めっちゃ全国のものだと思ってました。30年前とかなかった、そうなの。ほんまき美味しいから食べたいです。何の意味があるのかあんま分かんないけど、縁起がいいみたいな感じですか。このリップめっちゃ可愛いんですよね、最近の愛用リップ、めっちゃ可愛い、これ可愛い、は可愛い色してます、これ本当におすすめです、みんな使ってみてください。あツヤツヤですね。マタロさん2000年くらいにセブンイレブンが広げたらしいよ。そうなの。じゃあさセブンイレブンもちくわぶを全国区にしてくださいよ。ちくわぶ関東の方にしかないらしいから、セブンイレブンの力でちくわぶを全国区にもできるってことやんね。え
恵方巻きが全国区にできたんだったらちくわぶだってさ全国区にできるくない？本当にお願いします。お揃いにしようかしら、お揃いにしてください。ちょっと血色感出てかわいいです。かわいいよ。最近よく見かけるリップ、めっちゃなんかプラザとかコスメやってるとこ行ってもいつもなんかもうスカスカになってる中身が、テストあれみんなが使いすぎて。これゆうなちゃんが、あ、おいしいに、おいしい味がするみたいなこと言ってたリップです。でもツヤツヤリップを塗らないとツヤツヤにはなりません。ちょっと顔アップにしちゃった、唇アップちゃうなんか気持ち悪い。豊中のひろさん、この前初めておでんにちくわぶを入れてみました。お、どうでしたか？もうちくわぶ家の、あのおでんの全メニューのおでんの中で一番おすすめなんですけど、どうでしたか？話してます。嫌いな人も、え、そうなの？ちくわぶもう誰が、だっておでんを好きな人はちくわぶもあの好きだと思ってるんだけど。まさぴょんさん、ツインテールありがとう。今日はツインテールの日だからツインテールしたよ、ありがとう。マッツさん、我が家では恵方巻きとかの太巻きですね、文化はない。断言、ちくわぶ文化、ちくわぶ文化はあるのね、よかった。ちくわぶ文化があるんだったらよかったです。お揃いにしてください。なんかさ、一時期はすごい、あ、何にもないやっぱり。明日買いに行こうとね、明日買いに行こうかな。でもちょっと作る気力がなかったら食べるとこだけかな。でも作るってことはちょっといろいろ準備が大変ですよね、作るってなったら。ちくわぶに全国区のポテンシャルがあるか問題です。だって、え、あるよ。はんぺんが、はんぺんが、だってはんぺんってどこにも全国区ですよね。はんぺんが全国になれるんだったらちくわぶも余裕じゃないですか。はんぺんの美味しさが分からんです。ビンゴの会社、毎日日高屋の株価をチェックしてます。そうなの？株主さんですか？花人さん、ちくわぶ好きでしたって、あ、よかった、一緒です。TM ちくわぶ大好きです。いや、私じゃあ本当にリップ使う違和感すごい。嫌いにならない、嫌いにならない、嫌いにならないよ別に。もうどんなにもギャルメイクしてようが何してたって嫌いになんないよ。笑っちゃった。千葉には切り口が綺麗な模様になってる太巻きの分、そうなんだ、めっちゃいいねそれ。切り口まで綺麗なんですね。広島にちくわぶはね、まだ見かけたことないですね、一回も。そう、いろんなスーパー行っても、業務スーパーとかコンビニとか行っても見たことないかなって感じ。一
1年前梅干しラブだった。いや梅干しも好きなんですけど、ずっと酸っぱいマンストックしてありますもん家に。もうずっとストックしてあるぐらい好きですね。好きだけど今はねおでんの季節なんでね。りえちゃんのギャルメイク、じゃあ今度いつかひーちゃんにやってもらおうかな。でもやってみたいよねギャルメイクとかね。どうしたらギャルっぽくなる。でもつけまつげつければいいんですかね。ここにつけまつげつけ足したらギャルになりますかね。クマルフォーさん、ちくわぶを無言で一本食べてみるなんて、え待って、で本当に節分恵方巻きじゃなくてちくわぶでもいいよ。ちくわぶ一本でも全然ちくわぶ一本でもいいですけど、でも恵方巻きはこうやって持てるじゃないですか。でもちくわぶはさちょっと持ってたらさちょお下品じゃない。ナピちゃんツインテール、そう今日ツインテールしたよ。今日はツインテールの日らしいからツインテールした。ツイン好きよね本当に。今年は東北東だよ、だって。あ東北東、ん東北東、東北東ってどこ。調べよう。コンパスコンパス、コンパス入ってないんだけど、なんかリエのスマホあったあったあった。東北と東北とこっち。東北と東北とこっちか。ここかな。あっちです。どっちですか。え？リエの中、リエの今いるところからだと、こっちって出てきましたね。コンパス持ったらこっちこっち。今年はこっちが東北東らしいです。でもさ、こうやって向いたらさ東北東がこっちになるんですけど、あれこれ場所によって、自分がいる場所によって東北東の場所が変わるんですかね。でも普通に東西南北になってて言ったらさってなったら、ちょっと待ってね。したらこうか、あ、こうすればいいか。え、こっちか。あれ？Google で調べます。東北と東北と。東北とどっち。東北とどっちって意味わからんけど、東北とどっち。75度東。iPhone のコンパス使ってるんですけど、リエが今座ってる位置からだと東北東は75度ですよね。東北75、あ
75度。あ、こっちですね、こっち。もうちょっと、こうやって座ってたらこっち向いてちょっと上ぐらい上向いて撮れるんですか東北東は左上です。今年はこっち向いてこれぐらいです。ちょっとどういうことちょっと待って、意味わかんないんですけど、どういうことですかえ、上とかあるよ。え、上とかあるじゃなくて、リーが今、え、上とかないんですか逆に。上っていうか、ちょっともうじゃあみんなもコンパス持ってみてよこうやってあったら、今ここに北があるんですよ。ここに北があって、でこの辺に東があるんですよ。だから、あ、この辺か。ここに北があって、ここに東があるんですよ。でこっちに南があって、ここに西があるんです。だから、こことこっからここ、だからここはここで、このちょっとあの東北東なんで、あのかなり東、かなり東、かなり東向きなので、まあこうですね。この辺かな、やっぱり。こうか。こう、あれ、ちょっと下かな、下かな、いやでも上か、かなりかなり東、この辺ですね。え、スマホの傾きのせいだって。え、だってみんな自分がいるところでやんじゃないの。自分がいるところからやるんじゃないんですか。北西、北東、秋田、北東、さっき75度みたいな感じで言ってた気がする。北東75度、北東75度までスマホを回す。いや、回したところでよく分からんけど、こう後ろが北？ああ、ここが北です。ここが北。リエが今いるところが、リエがいるちょっと隣が北。時間帯によって。そうなんですか。それ結構困るよね。いや、でもいつも言うとよくわかんないね。まあでもなんかどこでもいいんじゃないですか。この辺なら、この辺ならいいんじゃないですかね、多分。いや、でも待って、こうじゃなくてこうなんかな。こうですかね。これで北、あ、北、南なんですかね。北沢いちごちゃんがいるところが北。確かにそれは間違いないですね。じゃあいちごの方を向いて、あの食べればいいんじゃないですかね。あ、そっか、スマホを水平にすればいいんか、そういうことか。じゃあちょっと待って、
スマホを水平にします。水平にして、東北とこっち、え、一緒さっきと同じなんですけどレイチの左手、レイチの左手を真横に伸ばして、ちょっと後ろに下ろしたところが、後ろ、え、こうこうですかこうここですか。もうすでに結構壁なんですけど、じゃあ待って、もうちょっと前に行って手を伸ばして、ちょっと後ろに戻したところぐらい、あ、この辺か、あ、こう、今年はこうらしいです。なるほどいや、垂直にしてた、あの床と垂直の向きでスマホを立ててました。さっきまでスマホと水平にするんですね。理解理解。ビンゴのかなちゃん、リーチが東北と決めちゃいなら、いやね、本当にね、それならリーチがあのちゃんと顔も見えて燃える角度にしたいですね。じゃこの辺とかね、この辺とかじゃあリーチが決めた東北とはここです。この辺がいい、この辺ビール飲んでる人みたいなやつそんな感じです。まあでもじゃあなんか左手伸ばしてちょっと後ろらしいんで、今年はこっちです。のんたんさん、ラックスありがとう。石山新さん、ブーケありがとうございます。あ、なんだっけ、飛行機ロケットもありがとうオッケー。